ちは。リラいらっしゃい、グリーンいらっしゃい、レンズコいらっしゃい、リエちゃんいらっしゃい、レッドいらっしゃい。待ってました。早起きろ。もう起きたじゃん。全然起きてるし、4時に起きたし、レースいらっしゃい、あーちゃんいらっしゃい、助走駅松本いらっしゃい、ミーいらっしゃい。チーらしい、中島らしい、頑張る子らしい。もしトイレ来てやべ。竹見らしい。来た人ね、よかったら乗って帰ってください。日向、頑張る子、ミカ、ねね、ジュイ、おとまな君お願いしますね、画像。ミー、
もういい、ダメ。あ、水田のカルシファー、マスダ、ケコピン、アーちゃん、よっしゃい。ランシエル、ヤコ。洗車は俺できんなって言うから、ね、できないんだよ。お化け屋敷入れるよ。あ、すいません、2000円分お願いします。はい、え、ピャン、いらっしゃい。できんの店でガソリン入れれるっていうね。でもできんだけど、店の中のこれ使うのができないわけであって、別にガソリンは入れれるっていう。いや、今日フワッチのポイント下ろしたんでね、うん、ブリーザーキットいらっしゃい。あといらっしゃい。ドキンシャシャ、取り出したミーいらっしゃい。来た人、喉でお願いしますね。若いじゃない人。あ、38度いらっしゃい。リリーいらっしゃい。松本明が生理的に無理いらっしゃい。順次、稲川いらっしゃい。綾菜千、深めろ、鳥蔵、特盛チャーシュー、さえ、です。また行くん、いらっしゃい。灰皿は、あ、灰皿はゴミも捨てれます。あ、あとね、ちょっとゴミはちょっとあれですけど、灰皿はなんとか。あ、はい、はい、すずいらっしゃい。洗車できんだよ、俺でき。いや、おいってなんでもさっきから見てますよ、コメント。おいって言われなくても。マジゴミ捨ててほしいよね。シーちゃんやし、あやみやし、黒猫いらっしゃい。なんとかじゃねえよ。いや、確かに自ら言ってきてるからね。自ら言ってるなら受け取ってくれないとな。今日はね、皆さんね、あのね、あの実験のコーナーですね、今日の配信は。今日は実験です俺マジで本当に金の無駄使ってるわ。実験のために、実験のために金使いすぎでしょ、本当に今まで実験で何十万使ってんじゃん。100万使ってんじゃん、今までトータルしたら。オリビアらしい、オリビアらしい、リーライらしい。はい、ただ、入って2000円分で、レシートはいりますかね。あ、はい、はい、実験で金使いすぎやました。あの人リスナー、ここのガソリンスタンド一人おじいじゃないのよ。その人、あの YouTube のリスナーっていうね、まさかのマジで。300万、ありえねえ。アラブさんの長距離からですね。プレ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 はー、300万ありえないですね。てか50万以上ありえないですね。50万以上ありえない。まあ、よくて50万とかね。お金ないふりしてたのか。で、誰がお前月収300だよ。月収300だったらもうそんなんもっと豪遊してるわ。
ていうのは車買ってますもん、まず。僕の一番いい時にもやっぱり月に50あったらいいじゃないですか。良くて50、まあ良くて50で悪くて30だね。まあでもね、いや悪くて30って言うけど、普通に考えて仕事で30万稼ごうと思ったら相当きついから、大体島根県で20万稼いでたら、おめっちゃいい、いい給料じゃんって言われるから、まあそうやって他と比べると全然いいかもしれないよね。で50って言ったらこっちで言うところの社長だからね、中小企業の社長ぐらい。だって俺仕事してる時に手取り11万とかあったしな。まあ大塚製薬の時は20万ぐらいだったけど、他はもう11万とか、もうB 型作業なんたらは7万ぐらいだったらしい。良くて10万、悪くて7万。おい、島根コロナ少ないねんからマスクすんなよ。顎隠しのためマスクとここで宣言しなさい。ちなみに俺ドンキホーテでマスク顎マスクしてたら、なんか変な客に怒られたしね。店員じゃなくて客に言われたしね、マスクあげろよって、いや確かに当たり、すごくね、まあ確かにそうなんですけど、いや店員じゃなくて客に言われたのはちょっとイラッとしたけど、ね、いや確かにそうなんだけどね、マスクはちゃんとしないといけないんですけど、いや、あげるよって、しかもおばさんに言われたで。ズボン曲げたがいいかな。ちょっとあれ、おはようございます。おはようございます。またこうしないといけないな。今日もノーパンなの？違うよ。ノーパンは夜だけっすね。日中はないよね。あれなんかちょっと悪いな、質で。この駐車場って何の駐車場なの？だからサービスエリアみたいなのが休憩だよ。で自販機あるから誰が使ってもいいってやつ。誰のとかない？休憩場っすね。え？してない。ちょっと電波が悪いよね。なんで？まだカクカクしてる？今どう？いや多分今治ったと思うよ。静止だ。大丈夫じゃない？いや、いい。タクシーコールは今日受け付けませんので。質がいいな、あれにすると、広角にすると。いらっしゃい、シビン Z さんいらっしゃい、キャガヨミいらっしゃい。でかくなった、顔でか、まあ、こっちでいいやもん。
実際そんなでかくないし。いや、よくだったでしょ、電波。じゃあね、実験ですね。はい。はい、しましょう。ご視聴ありがとう。ペペ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 ペフレ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 ハーン、猫長距離だぞ。フレ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 ハーン、今日暑いわ、マジで暑い。いや、ちょっと僕は昨日ね、今日の朝7時寝たんですけど、朝3時ぐらいからもう号泣してて、めっちゃ号泣しててクソ泣いてました、ね、誰が？いや俺がだわ。キモ、キモくねえだろ普通。なんで？いや YouTube 見てね、ちょっと号泣してましたわ、あまりにも感動して。だから俺久しぶりになんかそういう、あんまり感情ないんですけど、久しぶりにね、今年2回目です。2回目だな。YouTube でね、マジ感動して泣いてしまった。ガチ泣いたわ。なんてやつな。いや、多分皆さんは多分泣くことはないと思うんですけど、俺はちょっとね、ガチで感動してね、泣いたわ。アキラって泣くん？いや、基本泣かないんだよ。マジキモいというか、病んでるか。やれ、泣くよ。いや、まあ泣くよっていうか、まああなた泣かないと思うけど。あ、ケロタン、そうです。はい。何の動画？なんかシーズンものの動画なんだけど、なんかマジ高級、マジね、ずっと見ててね、マジ感動したわ。人の逮捕？どういうこと？逮捕とか知らんけど、なんで俺逮捕されて泣かんといけないの？バイオレット・エヴァーガーデン、あ、なんかあるね、ネットフリックスにあるね。別にネットフリックスとかね、YouTube でね、普通になんか映画とかそういうのじゃないけど、いやーもうスポーツの世界は厳しいっすね、本当に。本当に厳しいと思うわ。いや、俺多分41話まで、いやだから46話が最終回で、46話で泣いた。自分の好きなことでめっちゃ感情移入するよ。なんか目が赤い。そうか。長、長いんですよ。何の実験？今日はまあ、映画でやっぱり泣けるのはクレヨンしんちゃんだよな。気持ちわかるか。いや俺クレヨンしんちゃんで泣いたことないけど、てかクレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんってなんかいつだかなんかね、子供に影響が良くないっていうことで、なんかいつだかなんかあれだよ、ね、なんか出てたよ。
か影響が良くないみたいな感じで、うん、ダメじゃなかったっけ。あのゾウさんも原稿するのがあったあったよね。子供に影響良くないって言うけど、何の影響良くないの。なんかガキがあの小学校であのズボンずらされてチンチンに象の絵描いて象さんとか言うんです。それがってこと、まあ、それなら分かるけど。ガキがズボンずらしてケツ出してブリブリザエモンとか言うの、それがってこと、まあ、それなら分かるけど。みんな押し出してた。マジ？別にそれぐらいいいと思うけどな。全然いいと思うけど。あの一番恥ずかしいのは健康診断でみんなが並んでる時に後ろからズボンバンってずらされてパンツ履いてなかったからフルチになっててみんなに見られたこと。これが一番恥ずかしい。体育のズボンってあのすごいショーパンみたいなズボンだからあのパンツと一緒にずれるから後ろからこうやってザッてやられたら全部パンツごとずれるんだよね。あれマジ嫌だからね、うん、中学校の時もやられたしな。いや猛攻犯見せてて規制かかるわ。いやもうパンツ履いてるけどさすがに。それも実験だろ。 ズボンをずらしてみた。何の実験だよお前。規制かかるかかからないかってやつ。まあ今日飛行実験ですね。なんか変な名前です俺。マキさんの学校ブルマ。あ、ブルマだね。懐かしいね。あ、荒ぶる吉万子さん。でもこの人オカマの人でしょ。さか配信してたよ、ね、今日は飛行実験しますね、うん、いやあのホールじゃない、全然違います。全然違う。ちょっと高いわこれ。こっち高くてムカついたわ。なんで明日のことだね。意味が分かんないお前。なんで今からするのに明日はって。探してないよ適当だよ。これだけ教えても、いや俺が飛べるわけないじゃん。それ本当実験だけどあれ。やるか、やるかっていうか、まあそうだね、説明して、いや説明はしません。今日はもうあの普通に見とってもらって。車の中の時間長すぎる。うるせえお前。またすぐお前のに答えてたら。テキパキしろや。いやだからすぐ終わっちゃうよそんなんしたら。ないだろそれ。おいどうした、実験失敗したがや。いやまだしてないけど。俺だってシコシコする時間あるね。いや勝手にやれや。しこりだから見とけよお前勝手に。知るかお前のしこりなぞ。お前中心の配信じゃねえよお前。はっきり分からんこいつ。かましいな。いやかましくないでしょ。
道がガタガタしてる。だからここ毎回毎回あの舗装してるけどとかするけど余計ガタガタしていくね。これがガタガタじゃなくて、そうなの、そうだよ。めっちゃガタガタしてる。いや見てみりゃわかるけど、リアルで見たら分かった。すげえなんすげえボコボコしてる道が。ここもそうだしな。2000来たらどうする、どういうこと、ちょっと意味が分からん、意味が全然分かりません。イカルドおらんのか。いや、今日はね、帰ってくるの6時だね。おや、あ、よし、しゃぶれや。は、何言ってんの、こいつ。この人はね、匿名と勘違いしてない。いや、こいつ、俺、女かと思ってたけど、お前、おっさんだろ、絶対に。いや飛行機実況知らねえよお前の目だとか。っていうか、なんか庭が超汚ねえな。なんでだ。すっげえ汚ねえ今日。いつもこんな汚いっけ。すぐ女と勘違いする。エロ配信者、もうエロ配信者男普通じゃない。いやなんかね、その配信では綺麗に見えるかもしれんけど中めっちゃ汚いけど、マジでめっちゃ汚いけど、なんでだろう。なんかいろいろ散乱してる奥とか、まあ見えないけどと思うけど、ここな普通にな、全部あの木ってで手前にちっちゃいゴール置いて向こうにもちっちゃいゴール置いて、あの1対1ができるんだよな。3-2-on-2とかできるけどな、変えてえな。なんか散乱で、え、明日台風なんすか。いや、それそんなこと知らないんだけど、明日台風なの。そっちやばいと思うよ。え、マジ明日そんなに雨来る。まあ関係ないけど、島根直撃するの。マジ、あ、全然知らんかった。世の中の動き知らなすぎ。だって世の中の動き知らないも何も、世の中が稼働してる時に俺ずっと寝てるからね、知らないよね、そりゃ。知るわけがない。いや、なんかちょうだい言われてもな、何あげればかね。いい歳のおっさんなのに関係ないでしょ、いい歳のさ。いやだってさ、何をどうあげればいいかわからんしな。あ、で電話でハッピーバースデーならいいっすよ。あのちょっと LINE 電話かけてきてもらっていいですか。
LINE 電話かインスタに電話か、まーちゃん、上キャッチも全部家の中に入れてあげて。あ、フレ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 。あ、そうか。いや、でも多分そ言うほどそんな飛んでいかないでしょ。大丈夫だと思うけどね。てか飛んでいったらいいんじゃねって思うけどね。邪魔だし。飛んで行ってもらった方が助かるね。クラクション、ああ、はい。物干しは絶対動かないだろうな、うん、あそこで下に重りついてるもん。台風なんかじゃ動かないよ。うん、てか飛んでいけばよくね。俺そういう考えなんで。切って、いや、じゃあ君が来なよ。だから君なんか すげえなんかさ、木切ってって言うけど、じゃあ来てよ。チェーンソー持ってきてよ、うん、チェーンソー持ってきてくれたら切ってあげるよ、うん、ええ、全然いいっすよ。めっちゃ言ってくるやん、柱切れだの、木切れだの。わかった。お前っ子なんだろうが、まあ、チェスト持てなんだろうが。まずレモンちゃん体重20キロぐらいしかないからチェストなんか持てないでしょ。ビクともしないでしょチェストが。いや、ヒョロヒョロだよ。だから今も貧血の状態でコメントしてね。ヘイト向けんな。いや、ヘイトしか向かないよね。柱切れリスナーとニヤノキ切れリスナーいるから。いや、あの DM で、あのガチで柱をあの切るならいろいろと道具送りますよとか言われたけど、頭いかれてねと思って。マジで頭いかれてるな。いや、自分家の柱切りなよ。嘘に決まっちゃうやってさ、じゃあ DM でいちいち送ってくんな、そんなの。イラッとしたわ、普通に。大丈夫この人の考えでもね。いや、イラッとするでしょ、普通に。いや、マジで。イラッとする要素しかないでしょ。協力的じゃないの。いや、だから、いや、別に協力、いや、いいっす。そんな過激なことしたくないっす。だって、それしたところで、ね、後々全部降りかかってくるのって俺だからね。俺が大変な目に遭うだけだからね、それ。初見さんらしい。それを分かった上で言ってるのかなっていう。日和るなよ。いや、日和るとかじゃないじゃん。日和るとかじゃないじゃん。さすがにそこのラインはダメでしょ。迷惑配信者って言っても家でちょっと迷惑かけてくるやつあるし、なんかそれするとさ、マジ捕まるやつじゃん。助けてくれへんよ。マティアスでもイラッとするんだね。いや、俺イラッとする要素しかないけどね。いや、迷惑配信者と何でもやっていいのかやって話だけど、そういう問題じゃないだろ。いや俺めっちゃ今普通なこと言ってると思うけど、なんか迷惑配信者だったらなんかそういうことしないといけないっていう、いや、それも違うと思うけどね。
迷惑配信者ねえわ、身内迷惑系だよ、どっちかっていうと。だから別になんか社会では迷惑、あ、まあ、かけてるっちゃかけてるけど、できんとか。お前は頭がおかしい。いや、お前にやりたくないっす。お前のなんかのしこるためのなんか配信とか、その考え自体もおかしいし、お前よりはマシだわ。もう親不孝系配信じゃない。正論ぶちかます。いや、さすがにさ、無理だろ。いや、これ誰が切るのっていう、この柱無理だろ普通に。いや、この柱切るってそこにあるあの窓ガラスとか窓とかあるじゃん、あれ全部割っていくようなもんだから、一骨ハンマーで。それと一緒ぐらい、一緒クラスのヤバさ。好きなことやってて、いや、好きなことやってないですけど、いや、この柱切れは完全に好きなことではないですけど、普通の人間が、いや、だから そこがもう限界ラインぐらいじゃない、それは限界ラインのいたずらだけど、これいたずらのどこしてねえか。柱切ったら上からだって落ちてくるでしょ、間違いなく。入れんくなる家に。実際この柱来ても玄関先の屋根のダメージでしょ、屋根だけのダメージでしょ。いや、だから屋根だけのダメージって上が落ちてくるでしょ、限界が低いな、いいよ低くて。俺の方がまだちゃんとした人間してた、ごめんマティアス。まあやり直しに棚那覇。何言ったか、日本語喋れますお前、日本語はなってんよお前、まず何言ってか分かんねえよお前。いや、マジで、じゃ何言ってか分かんないよ、何なのこの人は。いや、まあ、リアルでもちょっとおかしいんだろうな。なんか酔っ払ってる、なんか何書いてるか分かんない。まあやり直せよバカってこと、ちょっとそれもよく分かんないですね、はい、ID がエッチしたいってすごいな。誰、いや匿名じゃないじゃんこいつ。ID がエッチしたいな、ほんまや、キモこいつ。エッチしたいよ、リスナーさんできます、女の子美人な人。いや、お前斎藤さんやっとけよお前、チンコ出して、チンコ出して、チンコだけ出して、ね、あの皮むいて、ね、新生方形なんでしょ、新生方形のチンコ皮むいて無理やりね、チンコだけ動画で映しておいて、斎藤さんで電話ボタンを押してずっとつなげとけよ誰かに。で出た瞬間しこりゃいいじゃんお前。ここお前のしこり場じゃねえからお前、マジで何回も言うけど。斎藤さんなら仲間がいるぞ。いや、してか、してそうだしね。やってたけどな、スカイプで。やっぱり。いや、やっぱり、うん。やっぱり。今、してるだろうね。うん、そういうの、うん。もうしてそうだもんね。もうすでに常習犯だったわ。おじさんだろうな。いや、一回なんかツイコール上がってきたよ。うん。だから、チー牛っぽかったけどね。今できないコミュニティガイドライン違反で凍結されたわ。まあ、だろうね。うん、いや、普通に凍結されるでしょ。それしてて。
今じゃあ今度ツイキャスでやれば、ツイキャスであの字幕でやれば、うん、字幕であの可愛いサムネ来たらそれしこれば。なんかかわいそう。どこがかわいそうだよこんなやつ。マジで。どこがかわいそうやねん。マジで。向井さん、いやわかんない。向井さんブロックしてるからわかんないですね。コメントないんだけど。真に操られてかわいそう。どういうこと？どういうこと？ね、チンコにヘイトを向けてるんですか、あなたは。いくらでも女紹介したる。いや、お前の女どうせ二次元だろ、お前。お前みたいなやつ、あの、ときめきメモリアルとかずっとやってたんだろ、お前。気持ち悪いよ、お前。まあ、あれ面白いけど、あのゲーム。向井先生ブロックすんなよ。いや、ブロックする要素しかないじゃん。だってこの人コメントしてきてね、それに対して反応してあげてももうすでに多枠にいるからね。新手のなんか嵐だからな、マジ。秒でいないよこの人、マジで。コメントしたらもう違うとか言ってるからね。結構昔からで、たまに夜中2時ぐらいになんか挨拶もなしに、俺今漫画喫茶にいるんだけどとか来た時、そういう時だけなんか普通にコメント返ってくれ、なんか家追い出されたとか言って、うん、でそれ聞いたらなんか他のとかにもそういうコメント言ってたらしいからね。で結局なんかいろんなとこ塗ってるっていう。まだいた？いや、ブロックしてるか知らないですね。ブロックしてるか知らないっす、うん、で、なんか女の仮想枠の女の子見た時にあの向井さんのコメントがあって、あれ向井さんがいると思ったらめっちゃ偉そうにコメントしてたよ、マジ。お前俺の女になるよ的な感じで。ブロックしてるか知らないっす、向井さん。はい、りょうちょこじゃれとフレ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 はーん、うるせえよ。一緒いんだけど、 ID がエッチしたいなとかやめてもらっていいですか。リオいらっしゃい。本交換しよう。あ、交換したいね。もっとでかいじゃん。エッチしたいの何が悪い？ならあなたエッチすんなや我。いやいやいや、いや別に。その ID に書いてくることはなくない？すげえ怒ってるこいつ。だ、君だとちょっと気持ち悪いね。募集かけてんだよ、ステアカで。ステアカでどうやって募集かけるの？え、まさかこの枠でさ、募集かけてこの枠でリップ飛ばしてさ、 LINE 交換しようとしてる？この枠でね、最終的にここの枠で出会いの掲示板と勘違いしてない？お前ら裏で勝手をふぽこしよう、表でやるな。いや、そうだそうだ、いや、そうなんだよマジで。
ツイキャスってほぼ出会い系やん。いや、わ、いや、それはわかるけど、出会い系ってのはわかるけど、いや、多枠でやるなっつうの。多枠でやるなっつうの。いや、枠で募集してる、さから平田やブロックされたわ。いや、されるだろうね。うん、てか、される要素しかないじゃん。いや、まず、されるじゃん。だって、君、どうせ相性コメントでいきなり、あの、やらせてとか言ってんでしょ、どうせ。いきなりそんなされるやろ。この枠は爆災並みに治安悪い。いや、一人だけじゃねえ。ごちゃごちゃです。フレ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 はーん。しかも爆災って爆災なんだ。あと10分したら帰ってきます。松本はスタビから始まり M コミギャルル懐かしいね。まあ今の人スタビとか知らないからね。あ、ザメコさんおちょこじゃるぞ。フレ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 はーん。よし、これでおこすとやるか。やるか、準備するか。ここまともなリスナーいねえな。うん、お前も名前がおかしいけどな。お前もだいぶ名前おかしいけどな。お前も絶対名前おかしいと思う。まともじゃないと思う。だから口コーモを超えなく愛するようになって。夜は友達とバイク乗り回すから知るかお前。いいやん。いやいいやんって何？何いいやんって。バイクって自転車？いや補助輪でしょどうせ。岸和田やから恒例行事。いや知らんけどね。誰も聞いてないけどね。別に何か詳しく言われてもマジで、いや別に詳しく言われても聞いてないんだよね。これ谷口じゃねえか。声が違ったもんな。金山直樹ですけど。いや知らんし。すいません、全然知りませんでした。金山直樹さんなのね。うん、そうか、全然知りませんでした。いや、全く知らない。うん、いい加減にしろや。あ、直樹兄さんおはよう。直樹兄さんはね、あの、9日よろしくお願いしますね。直樹兄さんもあの、フットサル大会来てくれるみたいなんで。大会じゃないけど、あれはあの、前日の練習だけども。誰？金山直樹。なんかサッカー選手にいそうだよね、金山直樹って。金山屋。いや知らんけどな。うん、金山さんはやっぱり悪そうなやつは大体、いや悪そうなやつに大体いじられてんじゃない。うん、省かれてるからいじられてるでしょ。友達じゃないだろ。お前の本名も知らんし、ふざけ、臭いから調子に乗んなよ。あ、僕の本名ですか？松本明です。はい、何か。
まあ、君も本名言ってるんで僕も言いますけど、松本明ですけど、何か普通に松本明ですけど、平八ってお母さんお父さん、まあどっちでもいいですけど、あなたが好きな方を呼んでください。いやアントニーじゃねえわよ。ああ島根県の出雲市氷川町の庄原の2898-6ですけど、何か狙ってる、うん、やってんじゃない。フィード違って僕は住所言いますけど。なんだお前、対応悪すぎる、嫌い、女の子は好き。いや、対応悪すぎるっていうか、お前が変だからだよ。あ、火薬のエースさんいらっしゃい。マキアス掘られないように気をつけてくださいね。いや大丈夫ですね、まあ、掘られそうだよな、マジで。M こんばんは。修学旅行、いや、あの野球部の合宿な。それ石田さん、これからもマティアスよろしく。いや、お前、うちの親かよ、お前。なんだ、お前。早くバイク乗ってこい。早く実験、実行しろよ。昨日からその実験、いや、知らねえだろ、お前、昨日から。言ってないんだけど、俺、昨日。見てんのこの人、これ別坂でこいつになってきただろう、ついに転生してきただろう。こんばんは。いやマジで早くバイク乗りなよ。いやしかもあのいちいちあの本名で金山まだいますとかいいから、別に。お前メンシブで言ってたろうが。いやメンシブなんかしてねえけど。あ、てか今月まだメンシブしてねえな、そういうよく考えたら。ん？あ、おしゅしばくん、ありがとう、サチ。プレ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 、はーん。メンシップって何するの？いやメンシップは何もしないっすね。本当にこの枠だけは赤出ししたくないわ。いやしてるけど。しかもこの人もおかしいからね。2022年2月17日パコって書いてあるから、いちいちさ君のさセックスした曜日とか ID に書かなくていいから。マジでもう何なんこれ。なんかそんなやつしかいないんだけど、サイコパスしかみたいなやつしかいないんだけど。いやすげえな、いちいちセックスした曜日とかちゃんと ID に入れてるあたり。初体験。ってことは何、若いんすかまだ。スタンプあれっす。若いのまだ。よし、やるか。いいな、2月に俺キュン今。いや、これ君さ、それツイートすれば、ここでコメントじゃなくて、聞いてねえんだから。あゆみちゃんいらっしゃい。
これバイクなんか乗ってねえだろマジで。実はゲーセンだろお前それ。キャラかな。早くしろよ。いやそうだよね。ちょっと待って。あ、ちょっとこいつにあれしすぎて、ちょっと待ってね、あれ。あ、やっぱり、やっぱりあの厨房ぐらい。やっぱそういう感じ、うん、だと思ったよ。ボクシー、嘘つけ。6時になる。帰ってくるね。準備しないと。準備しないと。やばいんだけど今日。なんかサムネが紫と緑のやつしかいないんだけど。何これ。卵アイコンのやつばっかりなんだけど。マジね、これ本当にやめてほしいんだよね。このパチンコの、パチンコの広告。もう取りたくねえんだよな。気圧のせい。どういうこと？今日は帰ってきたら、瞬間に飛行が待ってるから。お前帰ってくるやろ。こっからピュン。鳥人間コンテスト。いやだから帰ってくるじゃないですか。まず説明しますね。今日の上帰ってくる、来ます。で玄関閉めとく、玄関閉めとく、玄関を開けて上がった瞬間にビャーンってくるから。なんか飛ばすの。そうだよ、その通りやるやん。やるよ、やるよ。でまず練習あるや。練習はどうだろうな。この親父が寝てたら練習いけるけど。あ、寝てねえか、無理だ。あ、いける。寝てるわ。うん。失敗でされない。もう知ってるよ、そんなこと。いや、監視してないね。作りますか。作るか。今日は多分、今日はね、あんな紐付きとかじゃないんで、いい感じにいくと思うよ。ジェネちゃんやし。今日はね、あの言うてね、あの15歳以上だから。前回3歳以上だったからね。対象年齢15歳以上、うん、大丈夫です。年齢だいぶ上がったでしょ。たっけんだよこれ、マジで。毎日考えて、5000円ぐらいするよ。できるよ、できるよ。で、開け方がわからん。なんだよこれ。開
け方が分かんない。あれ安いやん。うるせえ、10円も10円ぐらいしか持ってねえやつが。あ、すげえこれ。これぶつかったら結構痛えわ。先とんがってっから。これ結構痛えわ。これぶつかったら痛いぞ。で、いやこれ多分痛いよマジで。てか説明書、まず電池を入れる。電池これ、いやお風呂に落とさないよ。開かねえんだけどこれ。私の顔面に、いやそれはないかな。なんか親父多分ちょっとやばい状態なんで今本当に。ちょっと親父にはできないね、顔に可愛いですけれども。結構もう親父結構やばい状態。いやいつもってか今本当やばいよと思うよ。昨日の夜とかも顔色やばかったしな、ガチで。ライターで開けたらダメ。いやもうライターで開けたし。え、ちょっと待って、これさだる。これなんか、これ何、プラスドライバー開けんの、これ。あ、ある。まあ、それついてるわな。できるな。平八具合悪いんか。っていうレベルじゃないよね。なんでこれ。何これ。つくこれ。いや使えねえよ俺、釘打ちとか大っ嫌いだからね。あれ3日だけ土木の仕事したことあるけど、釘打ちとかマジでいけん。あのこのカン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 ってやるやつあるじゃん。まっすぐさせたことがない。なんか絶対斜めになるかで、なんかこんなこういう感じでガッてやってさ、またやらんといけんじゃん。また斜めになるんだよ。であれでもうお前いいわって言われて怒られた記憶あるわ。超嫌いあれ。お、できた。で、ビスって何？ん？ちょっとよくわかんないけど、まあいいや、これはいいや。これを横に広げるんか。どうやって横に開けるのよ。ん？横に広げるんだろこれ。自動離陸ボタン。
これどうやってこれ横に広げるの。いや読めない。いや俺がやるとまた壊れる。ガバッて広げんの。あ、ほんまや。うわ、すげえ。あ、でけえ、これ。かっけえ、これ。で？本体の電源。本体に電源なんかなくね、これ。右側にもボタン。左側のボタンって、ここってかこれが何なん？まずこの辺。この辺何なん？おーやべえ。リチウムイオン充電池から本体。リチウム、リチュ、リチュ、あ、どういうこと？ちょ、これ誰か、い、ちょ、誰かわかる？これ。本体の電源オフにします。リチウム充電池本体から引っ張り出す。あ、はーって誰？充電って、充電ってどれ？どれだよ充電。充電どこに刺すんだよこれ。あ、オン。あ、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 来た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 。いや、今度こっちが光らなくなったけど、なんで、どういうこと？あれ？どういうこと？本体の電源オフ、電源スイッチ、送信機の電源スイッチ、送信機の電源スイッチってどれだよ？いや、壊してない。ん？そう。本体を平らな場所に置き、本体の電源をオンにします。送信機の電源スイッチをオンにします。送信機から、送信機の電源スイッチどれ？送信機の電源ボタン。やべ。よしできた。よしできた。これで、
よし、いいぞいいぞ。よしよし、じゃあこれでセットしてやります。前に行くやり方だけ、ちょっと前に行く、前前進、あこれか、行きましょう。何こっち向きじゃないと無理なのこれ。ん？あれ？あれ？あれ？どういうこと？多分大丈夫なはずだけど。大丈夫なはずだけど。いや、これね、今ね、あれだわ、あの、大丈夫です。飛行だから飛ばない？飛ぶわよ。これ送信機、これ当てとけ。なんでこのポンコツ。あ、来た。よし、できた。見えねえんだよ。いや、今から見せてやるから。できた。オッケー。操縦覚えたから大丈夫。これで広角だな。広角レンズをつけて外カメで完璧。三脚がないっす。資格取った？いや、資格なんか必要ないっす。ドローンに資格なんかいらないっすね。なんで資格なんか必要なの？いや、外でやったら壊れる。てかこれ家専用だし。よっしゃ、ちょっと一回練習してます。捕まる？うん、じゃあ捕まえてみろや。じ
ゃ飛ばします。一回ちょっと練習してみます。あれ、これでこうして一回電池をこうやって見て、これでこう当てると、ほら反応しろ。反応しないんだこれ。いいよ。てこれ。これ。これ。ほら、ほら、反応しろ、これ。ほら、なんで？こっち、これピカ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 、なんなんこれ。いや、帰ってくれません。いや、つくはずだよ。やばい。このとこ破壊したらどうしようもないや。これ、これエッチがおかしいよ。いや、親の言うことは関係ねえやつだもん。あおか。で、あ、分かった。あ、意味分かった。送信機の左レバーを一度上に上げ、一度上に上げ、下に下げる。よし、意味分かった。
よし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 、あとは、あとはあの 前に行く練習や、前に行く練習。全身、上、下、こうした。前行きや、お前。上で、これか。もっと上。ああ、よし、いける。いけるいける。これで上に上がれば完璧や。あとはなんでこれ左、ああ、なるほどね。 OKOK。意味が分からん。いや、全く意味が分からん。右行ったら左に行くんか。オッケーオッケー。開けっぱなしは本当嫌だな。いや、俺が運転が下手すぎる。運転が。いや違う、運転は簡単なんだけど、俺が下手すぎるだけ。そうそう、オッケーオッケー。俺がね、下手すぎるんだよ。まず上に行く練習、来るまでに。なんでそっち行くや。なそっち行く。いや、やたらそっち好きじゃん。
そっちばっかり行くじゃん。おい、くそ。いや、翼歪んでないけどね。上、下、おお、オッケーオッケーオッケー、いいいいいいよ。左にシール。やべ、帰ってきた。やべやべ、こんなところバレたらまずい。こんなところでバレたらあかん。一瞬間。監視してたら終わりだけど。なんてやまいこの携帯クソは。ポンコツ三脚が。もうポンコツじゃねえかお前。全部ポンコツじゃん。パパ、いや主はポンコツだけど、それにしてもだろマジ。いや主はポンコツでいいんだけど、それにしてもポンコツ。あやべやべ、こんなとこに。これでバレないです。セッパーバレないです。今日のところはセッパーバレないです。今日のところは。あとは。あれ隠して。隠してな。してもうあの近場で持って行ってやるしかないで。電源切ってこない。え。よし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 。よしこれでいい OK。あと三脚三脚。なんだこれ、くっそ。よし。よし、これで終点で。いや、久々に成功っすね、完全に。うわ、配信見てる可能性大やな、これ。
配信見てる可能性大だわ。いや、分からんけどまだ。いや、帰ってきてるよ。銀行いるよ。いつも見てるやん。いや、分かんない。あいつのアプリにはないからね。アプリには。見てそう。見てたらだりんな、マジで。親父に、ブロック。親父、あの、うちの親、見てないよな、配信、今。意味がわからん。見てないよな。波乗りをする中で感じていたこと。いや、うちの親今、うちの親今配信見てないよな。何番ですか。うちの親。サーフィンの合間にはちょっとでも休憩。休憩でちょっとタバコ吸って。今イメージは。もうここはちょっと無理なんで、まあ、入ってきて、で、あの玄関に入ってきて、で後ろからここについていって、そこでここでやるしかない。中でずっと寝てるなって。いや、でも10月13日に夜うちの親父死ぬ夢見たけど、マジで。10月13日に死ぬ夢だけど。いや、怖すぎよな、マジ。やりなさい。あ、すいません、させん、さささささーい。いや、気にするな、じゃねえよ。あ、いる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 。来る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 。あ？いや、カーテンは別にいいじゃん。外から別に誰も見ないんだから、見るのってもイカルドぐらいだろ。こんな家。誰も近寄りたくねえだろ。大体イカルトってなんだよ、そもそも。そもそも名前変えてくれない？恵みにしてもらっていいっすか？イカルトって呼びにくいんだわ。じゃあ、てか君たちがイカルト、イカルト、イカルト、どこ行ってもイカルトって言うようになって、イカルトって誰って言われるから。イカルト解明してもらっていいっすか？ロックリー、いや、ロックリーはキモい。河野太郎じゃあそれはまずい。河野太郎はまずいね。誰だよ最初にイカルドって。誰だよ本当マジで。イカルドみたいな、あのネーミングセンス抜群のやつ、そんな名前考えたアホ。ネーミングセンス抜群すぎんだろマジ。いや、マジ抜群だと思うよ。ネギ星人ではないね。もう充電がなくなるからさ、あれも約飛行時間6分だから、あと3分ぐらいだから、あと3分やったら充電せんといけなくなるからね。早く銀行なんか行ってお金下ろしてこらんで、どうせ金なんかないんだから早く。うん、3分間しか飛べないんだよね。いや、てか全部で6分間だけど、約3分間ぐらい飛ばしたから。何きっかけに行かれるの。いや、今充電しといて、てか充電器もう投げ捨てた。充電
充電器投げ捨てたね。マジで。河野太郎はやめてあげて、やめてあげてっていうか、そんな名前つけらんけどね。はお前実験やる気ない。だから来た瞬間にそれ飛ばすんだよ、もう。それで3分間も飛ばさないだろ。言うて30秒ぐらいだろ。拾え？いらねえよそんなもん。どうせ今日使ったらもうゴミ箱にポイなんだから。ゴミ箱にポイなんだからどうせ。もったいない。じゃああげようか。使う？使うならいいっすよ。お、ご飯できてるな。30秒飛ばして叩き落とされるだろう。いやでも触ったら多分痛いと思うよ。プロペラの回転が超速いからね。怪我するよ触ったら。着払い？いや無理です。あ、いやなんか誰かに電話してたな。うん？やべ、しくった。全然知らん人に電話かけてた。電話かけてくるな。いや、かけてないけど、あなたには。いや、あなたにかけた。ガチ誰かが間違えてかけちゃった。しかもなんかタイムなんちゃらで。スカイプなんかやらねえよ。あ、え、マジであなたにかけた？俺。そう、フェイスタイムで、間違えてフェイスタイムでかけちゃった。え、なんで俺の競馬してるの？てか、あなた誰？待って、誰？なんで俺の競馬してんだよ。どういうことだよ。ん？いや、なんか俺の競馬してるみたい。いや、普通に間違えたね。うん。あ、でも誰か分かった、これ。かけといて、あんた誰で。いや、分かった。あ、ちょっと多分だけど、誰か分かった。なんか多分ね、よく間違えるよね、俺。多分よく間違えて君にかけるよね。で、お互いに。いや、アカウントしてバレるやつ。マジでバレるやつ。多分誰か分かったわ。早くせえや。いや俺はもう準備回ったんだよ。マジで。うん。ターゲットは帰ってこないと始まらないじゃん。俺はもう準備回ったんだよ。でも隠してるし。隠してるし、ここにあるでしょ。で、コントローラーもここにあるだろ。でも完璧。完璧。バレることないしね。あそこにあるの。あ、この車欲しいんだよね。スペーシアっていう。めっちゃ欲しいね。感じの時に来ない、うん、顔に命中させるの当たり前じゃん。スペーシアカスタム、この車みんなこの車に住んだよな、姉妹の人。それいくら？
150万、スペーシアルエースは139万。いや黄色っていうか、まあどっちかというと、まあ、まあ水色か黒ですかね。白とかシルバーとか黄色はちょっといいかな。黒がいいかな。でも黒は多いからね。だから水色っすかね。水色がいいかな。スペーシャルカスタムいいよね。めっちゃ欲しい。でもこれ寝れるんだよね。軽自動車だからねこれ。水色とかマジセンスないわ。でも前のサムネ水色だけど。アナムさんメンバーシップ会員限定100円です。フル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 。黒は白か黒だろう。ん？車は白か黒だろう。そうか。そんなことないっしょ。大丈夫遅い。いやてか配信見てんじゃねえこれ。マジで。これ配信見て帰ってこないんじゃねえこれ。なんかそんな気がしてきたけど。マジで。さっき銀行にいたけどね。もう帰ってこないんじゃないですかこれ。いやさっきいたんだけどね。いや気持ち悪いわよお前。リップ飛ばして。しかも誰に言ってんのよ君。あミクじゃねえかよこれ。島根のやつだね。ドローン買って練習し、あ逆に逆に、いやそれは面白いけど、逆に買ってきたよ。早くしてよ。早くしても俺も配信早く終わりてんだわ。早くそれだけして。やっぱうちの母親はやっぱヘイポーなんで、リアクション芸、リアクション芸ナンバーワンっすね。ヘイポーだからねマジで。すんごい反応するからね。そんな反応するっていうぐらいの反応するから。いやヘイポーよりひどいね確かに。今日何してんの。今日っすか。今日はね、あのラジコンをね今やってんじゃない。ちょっとまあちょっと俺の仕事運転が下手くそだけど。機械音痴なんですよね僕。今日こちらで来たらぶつけたいと思います。ラジコンヘリいくらしたの、まあ 4,000〜5,000円ぐらいですね。どのうちでよく忘れたね。やべえアキラどうしたらいい。ミクちゃんかわいい。いやその人彼氏いるよ多分だけど。彼氏いるよ。動かせるの。動かせるよ。簡単だよ。いやでも今もう動かせない。今は動かせないマジで。だ今動かしたらもう充電切れる。今動かしたら充電切れるから無理。イメージはここもう、あの俺前に進むことできないから、上下運動しかできないから、あれのあれの上下運動はできるけど、あの飛行ラジコンを前に進ませることはできないから、ここで上下運動するだけ。ラジコンで上下運動するだけ。まあ要は気丈いいっすね。右に進むこと、右に、あっていうか右にしか行かないじゃない。上下運動か右にしか行かん。マジで全く言うこと聞かん。マジでふざけんなよマジで。
お前もあの周りが、いやだから普通にね、この操作うまけりゃいいんだけどね、俺もう操作下手くそなんだよ。てかマジタバコ攻めっす。あ、また変な人に電話かけちゃった。また間違えた。帰らないか。いや、これね、配信見てね、帰ってこないかもしれんわ。うん。だって6時に帰るって言って、もう7時だけど。もう7時ですけど。いや普段より遅いけど、なんなら普段でももっと早く帰ってくるけど、いやうちの親誘拐するやつってどんな人間だから飛んでる。いやさっき気持ち悪いな。いや、お母さんの代わりに待ってないよ。いや、これをしないといけないから早く帰ってきてほしいだけ。お母ちゃん、お母ちゃん、おっぱい吸わせて、なんかそんなことは言わないですよ、別に。姉妹みたいな田舎に、ど田舎に住むから自分の家わからん、ちょっとわからん。待って、また遊ぼうね。俺、遊んだことあるっけ、この方と。わからないですね。あ、帰ってきた。あ？いや、ガチゾンビじゃん。ガチゾンビじゃん。マジで。完璧。多分帰ってこないよ。なんで？なんで？パパ見てるんじゃない？あ？じゃあ電話してみろよ。ちゃんと閉めとけよ。あほど言っただろ。閉めとけ。な。来い。え、だってじゃあ。だから帰ってこない理由は知らんわい、閉めとけ。だからこれ捨てたら閉めるわ。そうずっと虫が入ってくるだろう。いやだって暑いじゃん。これをやってからタバコ吸え。だからどうする。そう言っただろう。ちょっとせい。怖っ。これはもうカットさせるともう血管が切れんけんの。じゃあ閉めればいいじゃん。早く閉めろ。俺が閉めたら何もない、何だろうが。どういうこと？お前が閉めんと。だけん分かった、タバコ吸ったら閉めとくっつって。習慣につかんだろうが、すぐ閉めろって言っただろうが。いや習慣別につかんでいいじゃん。今日かな。怖っ。めっちゃなんか怒鳴ってたけど。怖すぎ。うちの近所のショッピングモールの名物交通整理おじさんに出た。いや他人だったらマジでうぜえわあれ。昭和のおじさんでなんで切れるの。いや分からん。
あんたの両親ちゃっかりカメラだね。いや、してに決まってるやん。だから本当はうちの親父配信者になりたいんだもん。いや、どこ行くよ。あ？お、これ配信見とったの、お前。見てないよ、なんで？あ？なんだ？見てんだ、そんな時間は余裕がない。今、昔7時に。絶対見てたろ、あれ。変更します。親父に変更します。配信見られてたんで、うん、あれにやります。え、何？あ、マジで？あ、じゃあ食べる。食べる。え、あんた配信、俺の配信見てたの？いや、動画見てないよ。ああ、本当に？あ、じゃあ、比較実行します。本当か？え、本当見てない？え、じゃあ何見てたの？見てたわ、あ？いや、どういうことだよ、どっちだよ。見てたわよ。あ？見てたわよ。見んなよ、お前、マジで。はいはい。ご飯今チンしてるって。あ、すいません、もう一回聞きます。配信見てました？はい、見てない。声だけ聞いとった。あ、本当ですか？それでいいんでしょ？いや、それでいいんでしょじゃなくて、見てたか見てないかで。いや、見てない。声だけ聞いとった。あ、本当ですか？じゃあもう、まあ見てないらしいんで、うん、見てないらしいんで、カッコハテナだけど。これだけ聞いとった。あ、本当ですか？カッコハテナじゃなくて、これだけ聞いとった。本当ですか？それでいいんでしょ？え？それでいいんでしょ？いや、それでいいんでしょじゃねえんだよ、気持ち悪いな、お前。はぁ？なんでお前、それでいいんでしょって。意味がわかんない。何言ってんだけど悪いんだよ。気持ち悪いだろ、お前。何で気持ち悪いんですか？気持ち悪いんで実験開始。お味噌汁ならなんだったのに。はい？はい？お味噌汁ならなんだったのに。マジでうぜえ。気持ち悪いか。確かに。だからうるせえよ、お前。気持ち悪いか。何？早く座れよ。今お前。早く座れよ、マジ。今お前のためにご飯を温めてるのに何っていうことを言うよ、お前。ご飯と味噌汁を温めとるのに、なんで早く食べようなんて言うやん。いや、だからそれ終わってから、あれしていいから。もう気持ち悪いから早く座って。マジで。いや、気持ち悪いから早く座ってよ。いや、気持ち悪いから早く座ってよ。味噌汁。はい。あ、はい。そういうとんだけ、立ち込まるな。え？そういう、食べ物の時だけ。そうです。いや、そりゃそうでしょ。気持ち悪いから早く座って。まだだったな。しかも、なんか適当な料理ばっか買ってきやがって。
そんなことを言うお母さんに対して。ああすいません、適当なとおりか。すいませんね。信じられんわ。あ、お前の考え方が信じられんわ。なんで？自分中心主義。あのちょっと早くしてもらっていいですか。実験なんでこれ。してもらっていいですかって言ったってまだ頭の体験に関して実験なんで早くしてもらっていいですかね。ああ頭なんだ、なんでだろう。早くやれよ。いやいや、やろうとしてるのに、なんかごそ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 、なんかなんもせんくせになんか動き回ってるから、できねえんだよ。ごそごそごそしてるから。いや、てか別に俺の料理は別にね、やらんでいいよ、ちなみに。なんで？いや、なんで？そんな自分でやるしね、あんたにやらなくても。いや、自分でやるし。だからなんでこういう時だけやるの。逆に俺が食べる気んだ。だから俺のは選んでいいって言ってんだよ。お前でも同じ時間だけやっとるだけだわよ。普段やらんくせに。はあ、普段全くやらないくせに、なんでこういう時だけやるの。なんで同じ時間でやってるのに突っ込んでるだけだっていう意味が分からん。いや、だから別に俺のはいいって、普通に。俺のはやらなくていいっすよ。いや、頭なんだよ。だから俺のはやらなくていいよってこと。だけや突っ込んでるだけだよ、だっても。いや、何を突っ込んでんの。ご飯をだわ、ね。いや、ご飯炊飯器の中あるじゃん。は？何言ってるの、炊飯器の中あるじゃん、普通に。あ、本当だわ。あら、やっちまった。どうしよう。はあ？どうしよう。いや、普通に炊飯器の中にあるのに入れとこ。意味がわからん、マジで。それ早く言え。ああ、いや、あんた知ってやってるでしょ、それ。いや、知ってやってるわけにいいがなっちまった。いや、知ってやってんだろ、絶対に。なんでだよ、じゃあ早く教えてくれよ、それを。止まったっけ。わざとレベルだよね、マジで。何がわざとレベルだよ。普通炊飯器から見るよ。いつも炊飯器、お昼炊いてなかったじゃん、おはよう。いや、お昼とかじゃないじゃん、夜。夜だからいいって、別に俺は自分でやるから。そんな、いや、だからずっと言ってんじゃん。俺別に自分でやるから別にいらんって。普段怒りの任せだからね。そうだね。お前もやれよ。いや、だから俺は自分でやるっつって言ってんの。だから別にやる必要ないんだよ。いや、いいって。何してんの。なんで